んーとも山田です。はい、こちらの動画を収録しているのがですね2月の4日なんですが、おそらくこの動画はですね5日とか、それ以降に公開されていると思います。本日2月の4日にですね発表された2つの情報、まず1つ目は2月の22日に開催されるコミュニティデイ、こちらの内容ですね。はい、皆様ねご存知の通り今月のコミュニティデイは投票制で何のポケモンが出るか決まると、言った感じになっていて、こちらが皆様の投票の結果再訪となったんですね。ということで、コミュニティデイが再訪になったことによって、じゃあそれの最終進化であるドサイドンはどんな評価になるのかっていうのがやっぱりね皆様気になるところだと思うんですね。なのでそれについてのお話と、こちらのですね、動画収録というか収録時点だとまだなんですけど、これ公開時点ではもう終わったイベントになります。なんだっけ、なんちゃらそう、スポットライトアワーだね。はい、2月の4日18時か19時の間で行われるスポットライトアワー、この動画をね見てる方はですね、それが終わった後でまあゲットした人もやーくかみたいな感じでスルーした方もいらっしゃると思うんですけども、じゃあそのいわーく使い道あるのっていう話なんですよ。まあ正確には、イワークおよびその進化後のハガネールで、結論から言うとあるんですね。はい、しかもこれからこのハガネール、あの重要なポケモンになってくると言われておりますので、今回はですねコミュニティデイで、実装される新しく覚える岩石砲ですね、使える、ドサイドン、そしてハガネール、この2匹のポケモンについて少し掘り下げていこうと思います。ではまずは、再訪のコミュニティデイについてからやっていきましょう。はい、ゲームイズのページをね参照でやっていきましょう。2月コミュニティデイ再訪が大量発生。はい、こちらがですね、さっきも言ったんですけど日付は2月の22日ですね、11時か14時ということでお昼時でございます。で、再訪が大量発生して特別な技は岩石砲ですよと、岩石砲ポケモンモードだとまだ未実装の技なのでどんな感じなのってわからない方いらっしゃると思うんですが、これはですね原作でめちゃめちゃ威力が高い技なんですよ。ポケモン GO に実装されてる技でこれに一番近い何かというとですね、破壊光線とか、はい、ああいった技だと思ってください。もうそのタイプの中でもう威力がバカ高い、はい、ゾーンって、もう撃つと一撃ですごい削れる代わりに、出るのが遅い。はい。ためるのも時間かかるし、打つのもかかるしっていうね、そういった1ゲージ技になる可能性が非常に高いです岩石砲ね。なのでそれを覚えるドサイドンは、まあ、の岩タイプのね技物の中で最も威力がある、その岩石砲を持てるということですね。まあ、の今まで岩技だっていろいろありますよ。まあ、岩なだれ覚えるポケモンもいるし、あとはまあストーンエッジですよね。はい、この辺覚えるポケモンとかがいたんですが、まあ、の高確率でこれドサイドンが一撃岩タイプの技で言うと一撃ドーンの中でっていうのでこう最強クラスというふうに言われるようになります。そしてコミデのボーナスなんですが、モジュールの効果時間3時間持続、これはいつも通りで、ポケモンゲット時の星の砂3倍になります。ありがたいですね。はい、星の砂もういくらあっても足りないからということで、じゃあそんな、ドサイドンなんですが、どれくらいじゃあこいつが使えるのかって話なんですけど、はい、こちらがまず、ストーンエッジですね。ストーンエッジ威力100、発動時間 2.3、DPS が 43.48 と、それに対して破壊光線はドーン、はい、150、威力150でございます。はい、1.5 倍になっちゃいましたね。その代わり発動時間も 1.5 倍、3.8、まあ、正確には 1.、いやもうちょっと上か、はい、発動時間をさらにかかっちゃってますね。はい、ということで、まあ、の岩石砲がですねおそらくこの数値で、使えるってこの数値で、まあ、実装される可能性が高いよというふうに思っておいてください。まあ、ぶっちゃけるとですね強いんですよ。強いっちゃ強いんですけど、まあ対人戦では使わないよね。まあ、これしか覚えないよってなったらあり得るんですけども、どうしても1ゲージ技としてちょっと火力があるけれども、その、溜まるのは遅いし、出るのも遅い技を、使うって話なんですよね。まあ、相手のシールド全部剥がした後だったらワンチャンあるか。うん、立ち回りがだからちょっと難しいよね。使いどころが結構限定される技なのかななんてちょっと思いましたけども。うん。じゃあ、それが、この技をですね、実際にレイドバトルとかで、ね、じゃあ使うのかって言われたら、まあ、使う可能性はあります。ドサイドン自身がですね、今まで覚えていた、岩技がストーンエッジのみになっちゃうんですよね。これから作るドサイドンですよね。まあ、ストーンエッジじゃなくても岩石砲さえ覚えていれば、まあ、ぶっちゃけいいのかなと思います。硬直時間に関してはそっちの方が、
長いんですけども、ドサイドンってね、耐久高いんですよ、すごく。見ていただくと分かる通り、はい、HP が251高いですね。防御がまあ、ちょっと低いように見えるんですけど、でも190もあれば、ぶっちゃけ、弱点とか疲れてなければ、全然生き残ると。相手のゲージ攻撃は耐える耐えるみたいな。そんな感じの、ポケモンになっております。で、レイドバトルとかで、使う場合って、基本的には相手側が弱点疲れるような、感じ出さないと思うんですよね。ドサイドン側が有利に相手の弱点つけて、かつ相手の技を等倍とか今一つで受けられるっていう状況が多いはずです。そうなってくると、まあ、相手こっちがね、技打とうとして、打とうとしている間に沈まされるっていうことはですね、まあ、あんまないかなと。あんまないんじゃないかなと思います。まあ、そもそもドサイドンっていうのは結構その地面でも岩でも使うよねみたいな。そういった感じのポケモンなので、岩として使うときは、撃ち落とす岩石砲。で、地面として使うときは泥かけ地震みたいなね。そんな感じの運用になるので、まあ、どっちにしても覚えさせといて損はないのかなと。ストーンエッジの、まあ、上位互換というとちょっと発動時間が気になるけれども、まあ、上位互換で言っちゃっていいのかな？どう？まあ、あとは数値ですね。実際にその技が実装された時にコンボ DPS とかの計算式を、出した時に、実態が分かってくると。まあ、何にしても作らないとこれはね、損をする、技だと思いますので、皆様確実に確保しておきましょう。続きまして、スポットライトアワーで入手できるようになったイワーク、それの進化後のハガネールについてなんですが、このハガネール、今ですね、とある、状況での評価がとても上がっております。これはですね、今のポケモン GO のプレイヤーさんだったらですね、一応確保しておいた方がいいですね。ハガネールはイワークにメタルコートを使うことによって進化する、進化して使える、なるポケモンなんですけども、ハガネ、地面タイプのポケモンですね。そしてこんな感じの取得値です。CP2414 がマックス、HP181、攻撃148、防御272ということで、防御がバカ高いんですね。耐久が高い。さらに鋼タイプ入ってますよね。鋼っていうのは耐性が多いことで有名ですよね。ということで、こんな感じの弱点と対戦になります。炎、水、格闘、地面、これが刺さっちゃうので、まあ4つ弱点があるので、あ、きついなって思うかもしれないんですが、耐性今一つとかで受けられるのがノーマル飛行、エスパー、虫、ドラゴン、鋼、フェアリー、電気、岩、毒、10個軽減できるんですよ。えぐいよね。まあ弱点4つ、耐性10個っていうのを、これは弱点多いよって感じるのか、耐性多いよって感じるのは結構人それぞれだと思うんですけども、これだけ耐性があるとですね、強気に出れる、ポケモンが多いんですよね。ただし皆様、さっき CP 見ていただいたじゃないですか。2414レードバトルとかではなかなかこいつ出てこないですよね。しかも攻撃低いし。ただ攻撃が低くてもいいから耐久が高いポケモンが重宝されるのって、じゃあポケモン GO でどういう状況なんだよと、対人戦なんですね。はい。ということで、PVP でハガネール、結構有利に立ち回ることができるんですが、ここで面白いのがですね、このハガネールが、じゃあどこで活躍するのかっていうと、まあ、マックスで2414なんですよね。この CP は、マスターリーグ級、要は CP の上限がない状況では、まあ、あんまり見ないかなと。正直もっと CP 高い奴らとかがうおーってバトルし合うような環境になると思うので、じゃあこのハガネールがどう使われるかというと、ハイパーリーグなんですね。はい。ハイパーリーグ隊だと、まあ CP24 なんでちょっとね、マックス強化までいかないんだけども、それでもこいつは活躍すると言われています。では、なぜ活躍すると言われているのかというと、ハイパーボール級で、活躍するポケモンたちの中に、クレセリアとギラティナがいるんですね。今までもですね、まあ、ハイパーリーグ級っていうのは、バトルしてる人もいるんですけども、人気があるのはスーパーで、その次のハイパーって人気がちょっとね、それに比べて低いと。だからプレイ人口はちょっと少ないんですけど、そのプレイ人口が少ない中でも、今挙げた2匹ですよね。クレセリアとギラティナっていうのが、いろんな奴らと戦えるということで育成している方が多くて、おそらくですね、ハイパーに行った時に、みんなこれが強いよって言われて、多分育成し始めると思うんですよ。で、その育成し始めたこの2匹を安全に倒せるのが今言ってるハガネールなんですよね。なのでこのハガネールはハイパーボール級をですね、今後来るっていうことがもう分かっているので、作っといた方が絶対にいいポケモンなんですね。で、面白いのがハガネール自体って鋼地面タイプで、自分が地面入ってるのに地面タイプ弱点入ってるじゃないですか。つまりハガネール対ハガネールの対面になった時に、地面技を打つとお互い弱点の付き合いができるんですよね。だからハガネールがまさかのハガネール対策にもなっちゃうっていうところがあります。で、本人がはい
自信を覚えるんですね。なので、まあ、自信を覚えているハガネール、まあ、技解放もして、噛み砕くとかね、悪技を覚えている状態が、まあ、理想なんですけれども、まあ、どうなんだろう、自信があってヘビーボンバーの人とかもいるかもしれないけど、結構活躍できる場所が多いと、広いという風に言われているポケモンです。ということで皆様、スポットライトアワーでもしもね、イワークを厳選できてたよと、高校大地ゲットできたよって方はですね、こいつをハガネールにしてあげてください。個体値はですね、高ければ高いほどいいです。先ほどもですね、ちょっと紹介したんですけど、CP が2500円にいかないんですよ。2414が、これが個体値100を最後まで育成した時、最後まで CP 上げた時なんで、まあ理想は100。100個体が理想なんですが、まあもちろんね、そうじゃないやつでもね、普通に戦っていけるはずなので、まあ今後卵さんのイワークでもいいし、今回のスポットで、入手したイワークが高個体だったらそいつを使ってあげてもいいし、という感じでとにかく皆様ハガネイル準備していきましょう。はい、ということでなんか今回ドサイドンとイワーク、まあ正確にはハガネイルですけど、なんかカッチカチのポケモンのね、耐久高みたいなポケモンの紹介ばっかり、していきました。また次回以降もね、こういった感じでちょっと情報いろいろ発信していこうと思います。よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。